です。はい、コバ、あのまずは先ほどなんかちょっとね、あの正面臭いみたいな話して、あ、もうだいぶ前ですよね、はい、ちょっとあの気分害した人おるんじゃないかなので、うん、まずはちょっと謝りたいんですけど。あ、そうですか、はい、あの先輩の教えってやっぱりいろいろやなっていうので、一つじゃなくていろんなとこから学べるものが多角的に来るなって思って、はい、そのね、さっきも話したようにアイドルファンにお前狙ってんちゃうやろなみたいな言われて、俺はあんなしょんべん臭い女相手せえへんねん。そのしょんべん臭いっていうのは若いことの比喩であり、実際の子はしょんべんの匂いなんかしないし、だからって俺は本当実際の女性のパンツをパッと脱がした時に一瞬ファッとくるしょんべんの匂いは嫌いじゃないぞという話を楽屋でしたことあるんですよ。でもさっきこの場で話した時に、うん、ジュニアさんは何言うとんねんって言って、で松本さんも何の話やねんって言ってくれたんですよ、はいはい、これを最初に楽屋で話した時に大輔さんは分かるって言って、くれたんですよ。いろんな教えがあるな、ね、はい、先輩によってちゃいますね、はい、正解なんじゃないの、正解自分 で, で、ね、それを選べばいいんだなっていう、はい、いろんな道がある、はい、そうか。トータイプレイヤー3人目はもちろんこの方です。滑らない話、ショータイプレイヤー、関西ドラグクイーン、ナジャグランディーム、絶望鋭いお茶の間のご意見番が滑らない話に参戦。おはようございます。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。いや、すごいな、緊張してるんですよ、めっちゃ。ほんまかいな。いや、ほんまに。ほんまですか。緊張してるとか見たことない。いや、そんなことないですよ、ね、でも何喋ろうかなと思って、はい、ね、手こきとスカトロの後に何喋るの。忘れてください。忘れてください。忘れてください。忘れていいんです。いいです、ほんまに。全然全然、ナジャさんの一番好きな、ね、でもここに座れる日が来るとはっていうね、親孝行なんですよ、これが。親喜んでます。いやいや、そんな。ありがとうございます。嬉しいです。いや、まあ、じゃあ話させてもらいますか。はい、お願いします。ゲイの人っていうのは、はい、なんかね、第六感みたいなのがあって、お仲間かもっていうのがピピッと分かるっていうか、なんか感じる時があるの、通じるのが。でもそれは 100% じゃないんですよ。でもなんかすれ違う時に、あ、もしかしてお仲間かななんて思う時がたまにあるんですよ。で、ある時うどんのね、出前を頼んだわけ、はい、で、その出前を運んできた兄ちゃんがめっちゃタイプやって、はい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 、もうその短髪で、はい、で、ひげちょっと蓄えてて、はい、で、マッチョ、はい、ごつくて、うん、めっちゃタイプやったの、うん、で、プラスビビッと来たんですよ、その時に。あれ、例のセンサーが。で、センサ ー, ー、お仲間ちゃうかなって、はい、そんな感じがすごいしたんですよ、はい、でも 100% じゃないから、はい、そこでなんかちょっとやって、なんかなんやねんって言われると、それはそれでなんか犯罪みたいになるから、それはできひんな、はい、でもこの感じは結構そんな気がすると、どうやって確かめようかなっていろいろ考えたわけですよ、はい、で、じゃあ次出前頼んだ時に、ゲイにしか分からないようなものをちょっと玄関先に置いといてみようかなって。おー、そんなアイテムあるんですね。そう、罠みたいなことにします。で、それじゃあゲイの間でしか分からないものって、ゲイしか買わないゲイ雑誌っていうのがあるわけです。なるほど。で、それを玄関先にポンと置いて、ほんでうどんを頼んだんです。うどんを、やっぱうどんです。別に釜揚げうどんなんか頼んでませんよ。はいはいはい。お前ことやらんだか、お前ら。うどんを頼んだんですよ、はいはい、ほんでやっぱその兄ちゃんが来たと、ほんでピンポンってなってガチャッと開けて、はい、で、あ、どうもって言ってうどんをやり取りするんですけど、ちょっと見るのよ。ほー、反応してチラッと、ちょっと見んねんけど、でもチラッと見るだけ、はい、で、なんかまたお釣りやり取りしてたらまた見る、はい、うん、あ、また見たなって、 3、4 回チラ見して、ほんで帰っていく時もちょっとまた見て帰っていく、ちょっと雑誌見て、ちょっと雑誌、なんかちょっと雑誌にこう名残惜しいなみたいな感じで帰っていく。ただそれでもやっぱ 100% とは分からないから、次なんかやり方ないかなと思って、でも芸雑誌よりももうちょっとパンチのあるものってなったら、
ゲイのエロ DVD なわけですよ。ゲイのね、男と男の絡んでる、それのパッケージを3つぐらいポン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 3枚がピンと並べて、ほんで出前を頼みました、はい、またその兄ちゃんやっぱり持ってきてくれるんですよ、はい、ピンポンと、うん、でガチャッと、はい、どうもどうもってやるとしたら、また見る、またチラッと見るんですよ、はい、でまた見るなと思って、でも見るだけじゃなくて今度はちょっとね、ニヤッてする、ちょっと見て、ニヤッてするわけですよ、はい、これはもう絶対そうちゃうかなと思いながらも、もうちょっと確証が欲しい、100じゃないから、まだなんか90いくかいけへんかみたいな、ちょっと100の確証が欲しいなと思って、どうしたもんかなと思って、でももうそこに置いてアピールするもんがあんまないなと思って、何がええかなと思ったら、なんか見た目でアピールしてみようかなと思ったんですよ、はい、でそれいろいろ考えてたら、やっぱり芸受けするなんかもんで、家にあるもん、ちょうどその時芸受けするラグビー、芸受けするスポーツイコールやっぱラグビーなんですよ。でたまたま私の家にラグビーのユニフォームが一式あったんですよ。たまたま、たま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 あるもんよ。あれしかないっすね。なんでやったかは聞かんといて。なんかあったんですよ。それでほんならこれでちょっと出前を受け取ってみようって一式来て、その反応で決めようと思う。ほんでまあ引き込んで、まあ、うどん頼んで、やっぱその兄ちゃん来ましたよ、ピンポンやっちゃって、それはまあちょっとえってなりますよね。でも嫌悪感の感じのえがないのよ、なんかこう、あ、いい感じちゃうみたいな、こう私の解釈やけど、ほんでそれずっとこう上から下までこう見るんですよ、はい、でなんかまたちょっと似合って、はい、あら、ほんでしかも帰りにお釣りのやり取りの時に、はい、こうわざと手をこう触れる感じがあるんですよ、こうなんかちょっとこうずっと、あれいつも年上のお釣り渡し方みたいな感じ、そう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 、ほんでそれで帰っていったわけですよ、これはもう絶対お仲間やと思う、しかも私のことを多分向こうもタイプなんちゃうかとするじゃないですか、このあのお釣りの渡し方で、これでじゃあもう次出前頼んだら連絡先をもう渡そうと、もう心に決めたんですけど、とりあえずその話をちょっとまたしそうかなっていう話を、その行きつけのゲーバーのママにちょっと相談しに行ったら、どう思うっていうのをちょっとワンクッション誰かに相談しようかなと思って、ほんで相談しに行って、でこうこうこうで絶対お仲間やしめっちゃタイプやで、ほんで向こうも私のこと多分タイプやと思うから、次出前頼んだ時に連絡先渡そうかなと思ってんねんって言ったら、そのままいつも私いろんな相談してるんですけど、相談割とこう背中押してくれるんですよ、行け行け、へんちゃうやりやりって言って、でもその時に限ってはいややめといた方がええと思う、なんかあかんと思うわって言うんですよ、あれと思って、なんでいつも背中押してくれるのにそんな、なんで今回だけそんなやめときって言うのって言ったら、そのママがだってその人あんたのこと気持ち悪いって言うてたもんって言うのよ、どういうことだって知らんやんその人のことって言ったら、その人うちの常連やでって言う、恥ずかしいっていう話です。恥ずかしいじゃないですか。だからお釣りも勝手に自分で思い込んでただけ、思い込んでただけで、ただなんかたまたまちょっと触れただけやった、ただ私のそのお仲間を見抜く力っていうのはまあまああるなっていうのは分かった、そう、ただその私自身が芸受けしないっていうところ、話惜しかった、惜しかった、家の中でラグビーの色を着てたら相談しますよ、好かれる好かれへんの前に変な人やったら思います、選手が着ないからね、その出前の兄ちゃんは結局私が芸雑誌置いてる時はその時逐一全部そのままに報告して、なるほど、そうね、次なんやと、お前芸 DVD も出してきよったで、バレてたんや、その次聞いてラグビーの服で出てきよったでって言うてんのかなと思うと、もう恥ずかしくて恥ずかしくて
腹の丼だけが残っていったんですね。そうなんですよ。そっからもうその芸場行ってないですよ。芸場でね、うどんやめたんじゃなくて、うどんは、いや、うどんももちろんやめますよ。それはやめますけど。切ない、切ない、切な、面白い話。切な面白い。ということで、ナジャグランディーマさんでした。ありがとうございます。いろんな世界の滑らない話が、ね、はい、けなげですけど ね、 ねラグビーというのも黄色あたりはけなげではあるんですけど、マジの人ですからね。でもさあ、ということで、もう予定時間とっくにオーバーです。あら、いやー、あ、はい、久しぶり。僕 の、 あの尊敬する先輩に出川哲朗さん、はい、てちゃん、はい、いてはりまして、うん、あの人はあの一回覚えた言葉を上書きとかができないんですね。ああ、間違えた情報、間違えて覚えたらそのままずっと来るんですよ。学習しないのね。しないんですよね。あの木更津の方にあのマザー牧場あるけど、何回言っても OK 牧場って言っちゃうような人なんですね。ざっくりとね。ざっくりなんですよ、うん、で、だいぶ前なんですけど、 G-SHOCK が流行った時期にイルクジモデルっていう白いやつが流行ってて、で、出川さんがそれを持ってはったんで、それは人づてにも噂なるぐらい有名やって、出川さんを持ってるって、で、出川さんに見せてもらったんですよ、うん、それはあのイルクジモデルじゃないんすか、うん、そうだよ、そうだよ、あ、なんすかそれ、ちょっと見せてくださいよってパッと見せてもらって、うん、本物ですねって話。そうなんだよ、海外行った時にスタッフがこれは買った方がいいからって言われたから、うん、俺買ったんだよねって話をしてて、で、イルクジモデルってでもどういう意味なんですかって聞いたら、うん、あれのちょんとバカだなって言われて、イクラとクジラだよ。あ、イクラ。今もうその情報は入ってる。受けないまま。あ、さあ、粗品。はい。今日結婚したんですけど、うん、ですね、あの、まあ正直1年ぐらい前から、うん、なんやったら。次もし滑らない話に出れる時があったら、うん、その収録日に結婚したいなってなんとなく考えてたんですよ、はい、まあ、っていうのも理由2個あって、うん、1個はちょっとこの5年半同棲してて、うん、正直まあきっかけもないというか、結婚って何のきっかけでしたらええんかなっていうのが分からんくて、なんか背中押されるような、うん、ちょっとこの期間にギュッと行こうみたいなきっかけがあった方が良かったっていうのと、うん、もう一個は、まあ、これもう変な意味じゃなくて、もう普通に僕この番組めちゃくちゃ好きで、で、子供の時からも見てるし、憧れの番組ですし、で、ひいてはやっぱ松本さんに、何でしょう、このできるだけ面白い形で耳に入れたかったというか、結婚の話も、特に僕らの世代の若手とかって、自分らダウンタウンのなんか見てへんやろとか、もう世代が育ってきてんやろとかも言われることあるんですけど、いや全然そんなことなくて、もうバリバリ松本さん浜田さん世代で、ちょっとそういうのもあって、なんか滑らない、もし決まったら、出演決まったら話したいなってのは思ってたんですよ。でタイミング的にはいつ結婚してもよくて、5年半で、ほんで、このオファーが12月ぐらいには決定してちゃんと、でそこで「あ、来た!」って思って、よし、じゃあ結婚しようと思って、まあ彼女にもちゃんとプロポーズして、で相談したんですよ、彼女に。一応この入籍日で、言ったら結婚記念日じゃないですか、うん、をこの、まあ滑らない話っていう番組の収録日にしたいと思ってんねんけど、うん、ええかなって言ったら、全然ええよと、うん、だからもう好きにやったらええやん、一番面白い形でやったらみたいな言ってくれて、お、優しいなと思って、うん、でもまあ一個だけその、なんていうの、まあ当たり前の話なんですけど、うん、テレビで結婚の話するからには、例えばなんか私たち家族に危害が及ぶような、なんか危ない話とか、わかんないですけど、悪いこと言うとか、なんか人を蔑むとか、なんかそういうのはやめようねみたいな、それはもちろんそうやな。で、あとやっぱ結婚っておめでたいことなんで、できるだけそのなんわかんないですけど、縁起悪いようなこともね、控えていこうねみたいな、まあそりゃそうやなみたいな言ってたんですよ。で、今日さっき結婚して、
で、一回落ち着いた時に、iPhone でカレンダー見たんですけど、はい。はい、今日死ぬほど仏滅でした。はい、死ぬほど死ぬほど仏滅ないねん。仏滅に強弱ないねん。松本さんのせいで、僕、仏滅に結婚させられました。収録日が。収録日が。お前、それ調べとけよ。松本さん、僕の人生返してください。なんで仏滅に結婚せなさんですか。絶対大事やで。そうですよ。死ぬほど。どうするんすか。1年で一番最後の仏滅ですから大仏滅の日に。なんでそれが悪いわ。松本さんのせいですよ。届けに行った時ガラガラやったやろ。いや誰もいなかったですよ仏滅やから調べろよ。やめてください。この人です。宮川。うわっ、どうですか。ベリーカーいきなりですか。だって1個目よ。いきなりや1個目で。よし、これいきます。これ僕が二十歳ぐらいの時ですね。僕大黒町に住んでたんですけど、大阪の、はい、はい、一緒のマンションの2階下に一個先輩の8期生なんですけど、はい、浦井隆っていう人と一緒に住んでた、うん、NSC の8期生ですね。はい、はい、で住んではって、ほんで大輔ちょっと実家行こうか言われたんですよ。ほんでその人の家奈良やったんですけど、はい、その人が付き合ってた彼女の車で奈良まで行ったわけですよ、車で、うん。ほんで、こんにちはって行こう思ったら、もうその浦井さんの家がものすごいなんか汚かったんですよ。はい、まあ玄関入ったわけですよ。ね、汚い玄関入っていったわけですよ。汚いはいらない。まあ玄関も汚い。玄関入っていったら、ちょうどその時にお父さんが帰ってきはって、はい、でお父さん言うたってもうおじいちゃんなんですよ。結構年配の、はい、初めおじいちゃんかなと思ったら、はいはい、親父って紹介されて、お父さんやったんや。ね、ほんでこうバケツの上にこうまな板置いて、置いて、うん、あ、こんにちは言うて来はったんですよ。ほんで、あ、ちょうどええとこ来たな言うて、あ、今日泊めてもらいます言うて、おー、ちょうどええとこ来たな言うて、これさっきちょカニ取ってきたんや言うて。川で。川で。カニ取ってきたんや。ちょうどええと、しかも。そうでしょ。これ茹でて食べたらめちゃくちゃうまいぞと。おお。ほんでバカー開けたらなんか深緑みたいな色で、カニがこんな大きいカニで、で手のこの親指のところに毛がいっぱいついてるんですよ。汚いカニを思ってて。まあでもカニごちそうしてくれるようやったらええかな思って、ほなこれいっぱい取れてんけど言って8匹ぐらいあって、で玄関の上に置いてまたそうなんか見せてくれはったんですよ。ほんならそのカニでかいから元気ええからこう上に乗ってカシャ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 全部出ていったんですよ。ほんであかんあかんあかん言うてバー取ってて、ほんなら2匹タタ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 って冷蔵庫の下にスパン入ってきよったんですよ。ほんで、あ、冷蔵庫の下入ったでおっちゃん言ったら、あかんな言うて冷蔵庫の下こう手入れて、で何したのかな思ったら急にガッになって白目向かったんですよ。ほんであれどうなってんねんこれっていう。ほんで冷蔵庫古いから、はい、これ完全したんやでってなって、やばい言うて浦井さんと僕で足2人で一気にサーって抜いたんですよ、うん、ほんならちょうどデパーってやったらさっきのカニがここバチーン挟まってた。カニの痛みで失神しとったんですよ。カニやカニで失神したんや痛みで。失神したんで後で茹でて食べたらまあ美味しかった。美味しかった。見た目はともかくね、見た目はともかく美味しかった。野生のもんですからね。じゃあ次行きましょうか。よっしゃ、行きますよ。よし、よいしょ。はい、幼稚園に通う娘2人を連れて公園に行ったんですけど、うん、まあ公園行っても僕一緒に遊ぶわけでもなく、うん、ベンチ座って娘を見てるんですね、うん、ほんなら公園の真ん中の方で長女が次女の頭ポーンってどつき寄ったんですよ。うわ、こらえらいもん見てもうたと思って、珍しいなと思って普段そんなんせえへんのに、うん、ちょっとこっちおいでって2人呼んで、うん、ちょっとなんでそんなことしたんって聞いたら、うん、まあ長女も答えないんですよ、うん、いや妹って普段守らなあかんのに、うん、絶対自分より小さい子に手出してあかんやん、うん、なんでそんなことしたん、嫌なこと言われたんって言っても長女も怒られてるから、うん、一言も発さないんですよね、うんうん、まあ一応ちゃんと教育せなあかんから、うん、あのな、パパいつも言うてるやろ、人にええことしたら
そのうちぐるっと回って帰ってくるし、うんうん、悪いことしたやつもぐるっと回って帰ってくるから、うんうん、今叩いたやろ、うん、叩いたってことは誰かに頭叩かれるってことやでって言って長女の頭ポンって叩いたんですよ、うん、ほんなら叩かれた長女がおう、ポカホンタースって言うんですよ僕ももう笑ってもうて拗ねた表情から叩かれてスイッチ入っておうって変わった瞬間が忘れられへんで、後で聞いたら喧嘩じゃなくておうポカホンタスの練習してたんですよ子供好きですよね、あのおうポカホンタスとかね、好きですよね、いやありがとうございました、はいね、今の話で本日は以上となります、はい、皆さんお疲れ様でした、ありがとうございました、滑らへんね、ほんまに、ほんまにおかしいそんなね、そんな彼がね、はい、もう忘れもしません、中1の時ですよ、はい、川に森持って魚つきに行くってうわー潜ってたんですよ、ほんでなんかこの辺でなんか動いたってうわーやったら自分の左足やったんですよ、アホやな、そんなね、そんな彼が僕たまたま10年ほど前ですけどもたまたま同時期に同じ自動車学校に通ってたんですよ、ほんで僕は今からその教官と2人で教習所内をこう走るんですよ、ほんでパッて見たらもう政治は授業終わって、ね、来る時に雨降っててもうそこ帰る時は止んでたんですよ、閉じた傘をこうやって回しながら彼は1人ですよ、1人なのになんか言って歌うと出るんですよ、うわ怖っ、思って、歌うとてろ思って、こいつ普段こんなんな思ってたら教官が、はい、よさめしない思って出たらおかしない人いっぱいいるよ憎しいおかしいな、これまあ、僕には兄がいるんですけども、はいね、はい、彼は本当にですね人の心にズケズケ入っていくというか、もう本当にデリカシーがなかったり、うん、でもその頭もね、うん、かなり悪い方なんですよ、うん、で彼が僕はまあ一緒に仕事でベトナムにね行ったんですよ、はいはい、ほんでまあ中1日あの休みがあって、うん、あ天気もええしちょっと外出ようかなと思って出たら、うん、あベトナムっていうのは、うん、そのバイクの後ろに日本人とかその観光客を乗せて、ね、こう街をこう見るというね、うんうん、そういうのがあるんですよ、はい、ほんで日本人が泊まってるホテルの前にはもういっぱいそのバイクにまたがったおっちゃんたちが待ってはるんですよ、うんうんうん、ほんで片言でお兄さん乗るみたいなことをね、うんうんうん、言い張るんで僕はいいですって言ってパッて見たら誠司が後ろにベトナム人のおっさん乗せて走ってたんですよ、うんホーチミンをぐるぐるぐる回ってたんですよ、なんでよ、いや俺倍出すから俺に運転させろなんで乗りたいねん何やろあのですね、あの我々の先輩で、うん、あの木村雄一さんっていう方がおられるんですけど、あの方本当にもうすごくきっちり何事もしてはって、っていうね、あの先輩の代表みたいなのがありますよ、はい、その木村さんがですね、ちょっと加湿器を買いに行くんで、ちょっと順番についてきてくれって僕電気屋までついて行ったんですよ、で、あ、この加湿器ええな、俺じゃあこれ買うわって店員さんごめんなさい、これくださいって言ったら店員さんがですね、はい、あのこちら青色とピンク色がございますけれども、はい、どちらにしましょうって言われた瞬間に、キム兄が、考えてあれやろ言うて、なんで40過ぎた男が家にピンク色の加湿器買うねん、青に決まってるやろ言うてるキム兄が真っピンクのポロシャツ着てるここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。みんな周りは周りの怪人さんはおーみたいなこうあ、小本、僕はあの5年ぐらい前に、うん、あのヘルニアで入院しまして、うんうんうん、で腰の病気なので、うん、あんまり立てない状況でずっと寝たきりの生活続いてたんですけど、うん、6人部屋で、うん、僕以外の人もみんなおじいちゃんの部屋に、うん、もう今空きがないのでここですいませんお願いしますって、結局1ヶ月間退院するまでずっとそこにいさせてもらったんですよ、うん、
これきついなおじいちゃんとずっとなんのなんでみんなね芸人の人が来てくれるんで、うん、騒ぐとおじいちゃんもちょっと怒りあるんですよ、うん、ちょっと静かにしてくれやとかで、うん、いややなと思っててでずっと生活続いてたらある法則を見つけまして、うん、その法則っていうのが僕の問い面のじじいが、うん、夜中1時から2時ぐらいまでの間なんですけど、うん、ブスッて平行行なんですよ、うん、ブスッて乾いたのもうブスッみたいな平行行、うんうん、ほんならその両サイドのじじいがパッと起き上がるんですよ、うん、でその3人でゾロ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 ってトイレ行くんですよ、うん、で僕見たら あれと思って、うん、それがね 2,3 日ブスーって言ったらまたじじいがパッと起き上がるちょ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 まさに宝石や宝石これなんじゃこれ何やこの宝石世界平で起きて、うん、目覚まし代わりになってんちゃうやろなと思って10時半ぐらいにものすごいこと考えついて、うん、3人が寝てるところの目の前でブリーって平行だったんですよ、うんうん、ほんなら、うん、両サイドのジジイがパッて平で起きたんやと思ってこんな片方のジジイが早いなああそうほんまに すごいな今のところなんか結構こうなんていうのかじゅんぐりじゅんぐりのまんべんおいえおいちゃんうん、吉本の先輩に、うん、あのシベリア文太さんっていう、はいはいはい、菅原文太さんのモノマネする先輩なんですけど、本当に滑舌が悪いんですよね。悪いな、悪いですね。ほんで、なんか話いろいろ、お兄さん大変やったでしょ、そんなに滑舌悪かったらって聞いたら、なんか昔、シーマンっていうゲームがあったじゃないですか。人面魚が出てきて、マイクでそれに話しかけたら人面魚がこういろいろ会話してくれるっていう。それをその当時勝ったら、勝って嬉しくて、シーマンと話しかけたら、シーマンに、は?って言われたぐらいの滑舌の悪さなんですよ。で、ルミネ出てまして、ご飯に誘われたんですよ。うん、それもなんか、5回ぐらい聞いてやっと分かったぐらいの、はいはい、わしは虫食いに行こう。虫食いに行こう。虫食いに行こう。虫食いうぐらいの。やっと飯って分かって行ったんですけど、ほんで、こう、二人食べに行ったら、お酒を飲みはれへんのですよね。はい、はい。ほんで、お兄さん、なんでお酒飲まないんですか?言ったら、今日はバイクで来てるから、飲んだらやばいやんか、みたいな。あ、すいませんね、後輩の僕だけ飲んで。って言って、2時間ぐらい飲んでたんですよ。ほんで、こう、そろそろ帰りましょうか、って帰って、その、文太さんが、バイク置いてるとこに歩いて行ってたら、警官が二人、そこに寄って行ってるんですよ。ほんで、やっぱり、お兄さんのね、そういうの、なんか一大事やから、僕も帰りかけてたんですけど、戻って、で、話を聞くと、警官が、お前、店か飲み屋から出てきたやないかと。それからバイク乗ろうとしてんのか、って言うて。ほんで、その、文太さんは、いや、俺は、飲んでない一滴も。今日はバイクで来てるから、飲まんようにしてたんや。飲んだら、そうやって飲酒で捕まるし、人跳ねたら一大事やないか、っていうことを、文太さんが説明した後に、警官が、お前、ベロベロやないか。ヘベレケやないか、お前。知事を超えとるやないか。酒やないやろそれ。かなり不幸な芸人やな。絶対あかんけどね芸人としては。いや。うちはですね、残念な兄がいまして。そうね、ちょっと残念かな。あれ小学彼が6年生ぐらいの時ですかね、土曜日みんなでお昼ご飯をね家で食べてたんですよ、全部年末だったんですよ、もうおっかんがもうきれいに家中大掃除してたんですよ、で玄関の横の部屋から僕らはなんか出入りしてたんですよ、そっちの方が近いんで、ほんでもう誠治はもうラーメンがなんかもうバーッ食うて、野球に行きたいんですよ早く、で行ってきまーすっつって、その例の窓から出て行ったんですけど、おかんがめっちゃ綺麗に掃除してて、閉まってたんですよ、開いてる思ったんですよ、ほんでも誠治それわからんもんやからバーリーペインって割り寄ったんですよ、ほんでうわー思ったら誠治そのまま何のリアクションも取らず野球行ったんですよ。一筋すごいね。そろそろ大輔出るんじゃないですか。
ね、吉本の先輩で、うん、あの陣内さん、うん、陣内智則さんという、はいはい、先輩が行って、であの僕一緒に宮崎に、うん、あの行く仕事があって、うんはい、その時にあのちょうどあの飛行機に乗るまでに一回バスでみんな行ってバスでこう飛行機のそばまで行って乗るという、うんうんそういうような感じがありまして、うん、その日がものすごいお客さんが多くてでまあバス来てでずーっと行ったらもうこれ次のバスだと乗れるのに、うん、乗ってくださいっていうのが多いんですよ結構もうギリギリまでもう立ちでもいいんで結構乗ってくださいっていう一番最後尾ぐらいに追いやられて、うん、で乗らなあかんってなったんですよ、うん、最悪やもうずっとギュウギュウやしまた立ちやんけみたいなことになってたら優先座席シートっていうのがバスにもあるんですけども、うんうんうん、その優先座席シートっていうのは空いてるんですよ、うん、うわ優先座席シート空いてるでも俺はここにドカッと座るわけにはいかんなと思って先輩の陣内さんチラッと見たら足引きずって入ってきたんですよ、うん、ほんで僕に何も言わんとこすっもうそっからあと飛行機乗るときどうすんのやろうと思ってそんな風には見えるんだけどなちょっと天然なところがあるとびっくりしますあ、ジュニア3年ぐらい前ですかね、松本さんと、はい木村雄一さん、はい、キムニーと3人でね八丈島に行ったんですよちっちゃい子は赤ちゃんの巨人やで3年ぐらい前ですかね、松本さんと、はい木村雄一さん、はい、キムニーと3人でね八丈島に行ったんですよ、ね、旅行で、はいはい、3泊ぐらいですよ、ね、ほんであの八丈島って、はい、キョンっていうね八丈島にだけ生息するちょっとあのバンビみたいな生き物がいてるんですよ、はい、キョンっていうね、はい、パンフレットなんかはそのキョンが表紙を飾ってるんですよ、はい、ほんで八丈島でいろいろ遊んでて、ね、キョンを見いひんなとはい、キョン見たかったなー言って最後の夜ですよ、はい、ねキョン結局見えんかったなー言って夜中車で木村さんが運転してで助手席松本さんでその後ろ僕座っててブーって走ってたんですよほんならヘッドライトにファーって生き物が映ったんですよほんでキョンやーってなって松本さんがほんなら木村さんがキョンです言うて車バックしてバーヘッドライトその生き物に当ててるんですよキョンやー言うて2人が40オーバーの2人がかわいいキョンやーやっと見れたなキムほんまですね兄さんキョンやー言うてるんですけどどっからどう見ても猫なんですよそれも普通よりちょい汚めの猫なんですキョンやー言うて2人がかわいいキムこれちっちゃいから赤ちゃんのキョンやでーってあのお二人猫ですとどっからどう見ても猫ですキム猫やなんでそう思ったんか俺も未だに分からへんねんけどもうテンション上がってるからあの先輩のはしゃぎっぷり恥ずかしいね、いきますかっこいいですね、田村まあ残念な生い立ちなので、家がなくなりましてさっきの続きみたいな感じね、まあ僕もお姉ちゃんも当時お姉ちゃんも思春期やったんであの友達に家がなくなったと言えずにそんな言われへんよ友達の家と公園とみたいな行ったり来たりするみたいな生活を送ってたんですよ田村まあ残念な生い立ちなので家がなくなりましてなんかさっきの続きみたいな感じねまあ僕もお姉ちゃんも当時お姉ちゃんも思春期やったんであの友達に家がなくなったと言えずにそんな言われへんよ友達の家と公園とみたいな行ったり来たりするみたいな生活を送ってたんですよでだから公園とはい行ったり来たり公園とみたいな時々公園でお姉ちゃんにあお姉ちゃんも今日ここなんやみたいな感じで応対するんですよ解散やったほんと解散やったほんでまあ僕一応一人で公園基本的に住んでたんですけど、まあ一応ね公園って言っても野ざらしがきついと、で風雨をしのぎ、そりゃそうやから、いくつの時よ中学2年で14歳です14歳
でまあ一応風雨をしのぎようとか探したら遊具があって、あの巻貝をモチーフにした中をくり抜いて滑り台してる遊具があったんですよ。あ、まあ、でも一応多分恣意的には巻貝なんですけど、どう見ても巻き巻きうんこなんですよ。でまあ地元で巻き粉公園って言われてる公園があって、そのうんこの中に住んでたんですよ僕。でまあ僕ちょっと肌が一人茶色いせいで、あの当時夏休みから子供が遊びに来るんですよ朝公園に。ほんだらなんか住んどると、うんこうんこのお化けが出るっていう噂が熱いで、ほんでもうほんまにね、出て行けお化けとか言って、これは可愛くすぎるやろ、石投げてきよるんですよ。で、まあ、腹立つからどっか行けとかずっと言ってたんですよ。お化けちゃう神様じゃとかもうそんな言わんしゃあない、それぐらいは。ほんだら、あのある時寝てて朝起きたら、頭に小さい紙が一枚置いてあって、あのずっと下痢が止まりません、どうしたらいいですか。神様に呼ばれた、そうだ神様だと思われて3年4組山口ゆうてまあ、地元で溺れ詰めたという話です。神様が、ね、いきます。あ、こば。はい。もう17年もそれぐらい昔なんですけど、本当にあのこの世界に養成所の頃に、あのコンビを組んでて、ネタ合わせするのがいつもあの大阪のなんばグランド花月っていう大きい劇場の近くに、まあひっそりとした公園があって、そこでみんなやってたんですよ。で明日までに新ネタを作らなあかんみたいな日があって、ちょっともう結構遅いんですけども、夜11時ぐらい回ってたんですけど、なんとかネタ作って、よしじゃああと練習だけしようって言って、その公園行って練習してたんです。でまあ結構いつもやってるあの公園やったんですけど、もう結構冬で寒くて、ちょっと雪もパラついてるような時で、その公園にいたのが、まあ、僕とその相方、でカップル、ちょっとホスト風の人なんですかね、それとすっごい派手な格好したお姉ちゃんという、ほんであのダンボーラーとその飼ってる犬この三角形ができてたんです。でまあバーッとこう、まあ、あんまり迷惑かからないちっちゃくてバーッと練習してて、ほんならそのカップルがすっごい喧嘩を始めたんですよね。まあ、最初からちょっと怪しかったですよね、みたいなやってたんですけど、だもう女の方がえらい泣き出した、なんだ私ずっと、ほんだ私ずっと騙されてたみたいな、もう男もめんどくさない、あもうわからんちょっともう物々しい空気になったんですよ。ダンボールのおじさんもね、心配するのちょっと見てるんですよ、ちょっとなんか渋い感じのおっさんなんですよ。飼ってる犬もなんか結構シュッとした顔でこうやって物々しい空気なんだみたいな、犬がこうなってな、女の人がもういい加減にしてよみたいな、でも僕らもネタ合わせできへんな、ちょっともう端っこじっとしとこうみたいな、なんで私ここまで尽くしてきたのに、なんでそんなこと言われなあかんのよ、もういいね、もう一回主人の顔一回チラッと見て、もう一回見たりしてるんですよとかして、はい、ほんで女の人が悪いやみたいな言って、もう服持ってガーッと男のホスト風の男のやって、もう男が最後の離せよおらみたいなって、二度と俺に近寄んな、二度と作る見せんなみたいな言って、もう女の人その声でびっくりしてへたり込んでる、泣き出して、男はもうバーッ行ったんですよ、うわって公園がもうシッ、雪もちょっとパラついてる中、へたり込んだ女の人がもうボロボロ泣き出して、あってなってたんですよ、ほなもうあまりにもいたたまれなくなったでしょうね、ダンボーラーのおじさんが一枚ダンボールそっと抱えてます何してんだろう優しさやな、優しさなんですけどね、ちょっともう染みついたようなダンボール一枚何してんのよ壮絶なんだよ、はい、まあいい話ですけどね、ちょっといい話ですけどね、うん、すごい、まだ出てない人いるよね、さあこれ誰ですか、じゃあ渡部いきますか、はい、ね、ちょっとある番組にゲストで呼ばれまして、まあ、僕一人だったんですけど、まあ、その番組っていうのが
お客さんがまあ200人ぐらい、まあ、観覧の方がいて、で段取り的に司会の方がこう1人ずつゲストを呼び込むとセット裏からこう出てくるみたいな番組だったんですけど、まあ僕より先に2人ぐらいゲストの方が先にバーッと出てって、で僕の番になったんですけど、僕下がケンっていう名前なんですよ。だからその司会の方がカンペを読み間違えて、続いてのゲスト渡辺謙さんです、そしたらお客さんがうわーってなって、あのラストサムライがテレビネットに出ないのにって、うわーって盛り上がってるから、いやちょっと参ったなと思ったけど、もう出なきゃいけないじゃないですか。だからしょうがないから出てったら、えーみたいに、案の定お客さんがえーみたいに、がっかりしたみたいな感じになって、うわーと思ってたんですけど、まあまあなんとかしなきゃいけないと思って、いやちょっと待ってくださいよと、名前ね読み間違えるから、僕すごいがっかりされてんじゃないですかちょっとみたいな感じで、まあ、結構わっと突っ込んでお客さん盛り上げたんですよね。でしめしめと、これいいつかみになったなと思って、あ、まあ、逆にラッキーぐらいに思ったんですよ。そしたらその司会の方がちょっとカメラを止めてくれと、あの大変失礼なことしたからもう一回やらせてくれって、いいですいいですいいです、やります、このままやります、全然だからしょっちゅう間違えられてますし、僕の感じがややこしいのがいけないんですと、いいですいいです、いやダメです、止められて、セット裏にまた引っ込まされて、続いてのゲスト渡辺謙さんです、バーベクト客室司会のことだけ一生懸命やるんですよ、全然で、まあ収録するの終わって、で、ああと思って家帰って、で後日オンエアの日だったんですよ、でこれどうなってんだろうと思って、オンエア見てたら、まあ、1人目のゲスト呼ばれる完成、2人目のゲスト呼ばれる完成で、僕の番です、そしたら、以上のメンバーで今週お送りしますって、えと思って見たら、僕もう板ついてたんですよ、そんな編集だみたいな、最悪、俺勝手に番組に忍び込んだみたいになってなんやったんやろ、なんかそうせざるを得なかったんじゃないですかね、多分僕の顔とかすごい引きつけて撮り合わせたすごいね、はい、今あれこれがあるから怖いね、まあそんな愛すべき父親の話なんですけども、まあその再会するかもしれないと、まだ確定じゃなかったんです、番組で探してもらって、おそらくお父さんだと思う方が見つかりましたので会いに行きましょうということで、兄弟3人で会いに行って、まあ実際父親やってよかったよかったやったんですけども、まあ、ちょうどそのタイミングが、まあ、やっぱりみすぼらしい文化住宅にお父さん一人で住んでて、まあまあちょっとかわいそうな、ね、状況 で、はい、で正直僕その時ちょうどあの東京に引っ越すタイミングやったんですよ、ほんで、まあ、なんかよく芸人のジンクスで、その A マンション頑張って住んだら仕事も増えたりとか、そうそう、ね、無理してというので、もう生活費ギリギリの結構高いマンションに決めたんですよ、でもうそれは 3LDK のもうほんま一人じゃいらないんですけども、頑張ってそこにしようって決めてたところやったんで、まあお父さんがこんな家に住んでるならばと、まあ僕は正直これから東京行って仕事どうなるかも分からへんし、まだ本も全然売れてなかったんでどうなるか分からへんし、あのもしかしたらね全然仕事なくなるかもしれないんで不安でいっぱいやし、東京という街も怖いしどうしようかと思ったんですけど、まあ15年間会ってないお父さんやし、でまあお兄ちゃんは正直まああのアルバイトしてる状態なんで養う力もないし、お姉ちゃん結婚してるし、これは俺が行くしかないと、まあ決死の思いで仕方なしにお父さんと再会して、まあしばらくみんな喋って落ち着いた時に、あの東京ちょうどマンションを借りたとこやからよかったら一緒に住めへんかと言ったら、何の迷いもなしに即答で言葉合わへんからええわって言われたんです俺めっちゃ迷って必死の思いで言ったのにそんなあっさりと思ってちょっと軽すぎるね、職種の軽すぎる、まあね親意外とそんなもんですよはい、竹山。うちの事務所にですね、まあ、大先輩のブッチャーブラザーズさんって人がいて、あ、ブッチャーさんね、で、まあ、年の頃で言うと60前ぐらいの、はいはいはい、でもそのブッチャーさんの
話なんですけど、あのぶっちゃさんって今で言うとそうですね、あの出川さんみたいな感じの方ですごいみんなから好かれてて、ちょっと天然って言われるとこもあるような、ちょっといじられる、はい、いじられてもいるし、で、まあ、草野球、例えば草野球とか行って、うん、ぶっちゃさんがこうベンチで見ててピッチャーがすごくダメだったんですね、その日、うんうん、だからものすごいベンチから怒るわけですよ、うん、何しとんねんお前は、そんなピッチングでーって、うん、もう変われっつって、うん、俺が投げるっつってマウンドで1球目投げたら肩外れるとか、うん、そういうことばっかりある人なんですけど、うん、それぶっちゃさんとですね、あのうち の, あの亡くなった相方の中島は仲良かったわけですよね、なんであの中島のお葬式の時に、あ、もうありえないことが起こってしまって、それ大体お葬式終わって次に火葬場ってところに行くじゃないですか、うん、でそこに大体みんなバスとかで行くんですけど、うん、火葬場に着いたらぶっちゃさんが来てないってことが分かったんですよ、うん、でその日なんかそういう人間の葬式っていろいろこの日にちの問題があって実は混んでる人があるんですよね、うん、でその日偶然火葬場が混んでて 4つぐらい焼くとこあったんですけど全部混んでたと、うん、でぶっちゃさんどうした、ぶっちゃさんどうしたったら、うん、ぶっちゃさんお葬式終わってちょっといろんな人と喋ったから、うん、バスに乗り遅れてると、うん、で今あのタクシーを飛ばしてこっちに来てると、うん、こっちに来てるとこっちももう焼く手前だぞと、うん、どうすんだどうすんだって言ってる時に、うん、向こうの方でですね、僕らが一番端っこで一番手前から家族、違う家族が全部焼き場にいるんですけど、うん、一番向こうが入り口だったんですよ、うん、だそこでぶっちゃさんが泣きながら、うん、中島中島って泣きながら入ってきたんですよ、うん、だから遅れてきた、間に合った間に合った、ぶっちゃさん来た来たってこう見てたら、うん、一番手前の全然知らない家族の悲しみの輪のところに人をかき分けてブッチャーさん入ってって、中島中島っつって人の中でブッチャーさん見えなくなったんですよ、だからおそらく全然知らない人の棺桶の顔を見たと思うんですね、顔を見た瞬間に向こうの真っ赤から大きな声で誰やこいつって言ってえぇーって誰やこいつってえぇーって思って、でそこで僕らもこれダメだと思ってブッチャーさんブッチャーさんこっちですって言ったら、さっきまでゴンゴン泣いて入ってきたブッチャーさんが僕らの顔を見つけたら満身の笑みで間違ったーって走ってきたっていう、困った人やな、面白い先輩、面白いけど困ってるね、困った先輩、困ったわ、不思議な人おるわほんまに。あ、花野さん、あ、はい、坂東さんいらっしゃるんで、あのアタック25のお話なんですけど、初めて出た時の話なんですけど、あの初めて出させていただいた時に児玉さんとお話をさせていただいて、で三十何年やってるけど一回しか休んだことないんですよ、で一回だけ休んだ盲腸で休まれたんで、その時の司会が坂東さん、そうですね、日本だけ、はい、はい、でそれだけずっとほとんど全部仕切ってこられたんですけども、30年やってきて一度も自分の思い描いた通りにできないと、やっぱこう本人の中であるらしいんです、まず赤がいって、うん、で白が頑張って、うんうんうん、で緑が逆転したけど最後どっかかさらっていくみたいな、うん、こう思い描いたビジョンになりかけそうになるんだけど、やっぱり一般の人なんで、うん、もう思わず違う番号言っちゃうんです、うん、ですぐ思わずなぜ稼働を取らないと言ってしまうんです、うん、まあ、思わずその自分から出てしまう言葉なんですよね、はい、でまあ、僕もちょっと一応モノマネも公認させていただいてて、まあ、僕が出て、まあ、他も芸能人大会だったんですけども、やっぱ僕らが優勝、まあ、花丸大吉で出たんですけど、僕らが優勝するのが多分一番いいんですけど、まあ、それでもまあ最初に先行せずに後から大逆転がいいだろうなっていう多分児玉さんの頭の中にあったんで、で、まあ、幸いとかまあたまたまですけど僕らも緊張してて結構答えれなかったんですよ、でもう最後ここを答えなければもう逆転の目はない、はい、でもここで答えると土俵際の大逆転になるっていう、もうなんとなく素人目に見てもこの問題大事みたいなところで僕答えたんですよ、はい、その時の児玉さんのその通りが、うん、そのとおりって言ったんですよ、あんな冷静な人がちょっと飛び上がりながらそのとおりはい、プレミアムな経験な、なかなか見られへんよな、そう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 、毎年正月に、八丈島に後輩たちといつも、旅行に行くんですよね、まあ、東京都なんです八丈島って、すごい近いし、行くとね、なんか島の若者たちもすごいよくしてくれて、なんか草野球の相手してくれたりとか、なんか温泉連れてってくれたりとか、極めつけね、とある人の家の2階の座敷で20人ぐらいで宴会をこうやってくれたりするんですよ、あの島の料理とか出してくれて、ですごい楽しんで、その年もその島の若者10人ぐらいと僕の後輩とで飲んでたら、その年なんかスーツを着た
なんかバッチつけた人が一人来て、うん、え誰ですかって言ったらその八丈島町会議員みたいな方がわざわざスーツ着てバッチ着てなんか挨拶に来てくれたんですよ。でこの度あの毎年来てくださってるということでご挨拶に来ましたみたいな感じで、あじゃあ一緒にもしよろしたら飲みましょうみたいな感じで、その議員と若者と後輩でワンワン飲んでたんですよね。でその議員が渡部さんどうですか八丈島っていうんで、いやすごく素敵な島だと思いますよって言ったら、その議員がじゃあねあの八丈島がすごい素敵な島ってことはあのどっかテレビとかで言っていただけると島も盛り上がりますんでみたいなことを言ったら、その島の若者たちがいやちょっと待ってと議員、渡部さんプライベートで来てんだからそんなお願いしちゃダメだって仕事じゃないんだからさみたいなことを結構ワンワン言ってくれたんですよ。あなんかちょっと頼もしいなと思ってまた飲んでたんですよね。そしたら議員がどうですかこの島の焼酎はって言うから、いやすごく美味しいですよ、うん、じゃあもしよろしければねあの島の焼酎は美味しいっていうのはブログに書いていただけると言うわけですしたらまた若者ちょっと待てといい加減にしろよと議員、渡部さんプライベートで来てんだからそんなこと言ったら渡部さん来なくなっちゃうよ島に、いいのそれでも言ったらことワンワン言ってくれるんですよ。だまあすぐまた収まって、で結構そのたびに継がれて議員も飲め飲め言われて議員 もうベロッベロになって、渡部さん温泉はどうですかみたいな、はい、当然温泉もいいですよもしよろしければねって言った瞬間もう両サイドの若者に脇ガッてもう抱えられて、もう帰ろう、いやもうダメだまたお願いするでしょみたいな感じでもう連れ去られちゃったんですよ議員が。でさすがにちょっとあれだと思って、あのご挨拶だけしようと思って、ある議員あの本当今日ありがとうございましたって言ったら、議員もうベロッベロで俺の顔見て、ああなんとかこの芸能人を利用できねえかなってはっきり言ってたんですよ。そんなはっきり言うと思って、で両サイドの若者に投げ飛ばされたはっきり言いましたね心の声、あんなはっきり言ったすがすがしいすがすがしいですね、八丈島だと思ってね思うがあまりですから、ね、素敵な島なんですけどね、うん、ジェニア、今日なんかバランスいいですね。あれもうかれこれ15、6年前になるんですけど、ええ、もう本当にその頃ってもう本当にもうしょっちゅう松本さんにご飯連れて行ってもうたり、うん、お酒飲ましてもうたりしてて、はい、でまあそこに女の人が来るみたいなこともあったり、まあまあ、で僕の知り合いが飲みたいみたいなこと言ってるんで、松本さんいついつどうですか、うん、ああその日空いてるよ、あほな僕ちょっとセッティングしますんで、うん、また時間とお店なんかがはっきり決まったらお伝えしますなんて言いながら、俺バイクで事故ったんですよ。わー、ね、でその言うてた日俺 ICU で生死さまよってるんです、うん、その日にあ、ジュニア仕込んでたなって言って、うん、俺集中治療室入って生死さまよってる中、うん、ジュニア店も時間も聞いてないけれども、あいつが仕込むということは大体これぐらいの時間にあの店ちゃうかって言って予想で行ってコンパ開催したんですよ。結果一人女性持ち帰ったんですよ。ね、すげえ急みたいなことがあってすごいななんていうのがあって、その頃も俺退院してしばらくした時にある日フライデーに出たんですよ、うん、で松本人志千原ジュニアがこう合コン一部始終みたいなんで、そのライターさんがこう予想でいろいろ書いてるんですよ、うん、コンパで女性が何人来ててみたいな、ほんでいろいろこう一生懸命口説いたけれども女性は結局帰って後半はもう2人でずっと飲んだみたいなのをこう写真付きでニット帽をかぶって、女性に帰られ、寂しげな千原ジュニアみたいな、でフライデーに出たんですけど、その写真全く俺じゃないんですよ、全く俺その日見覚えないんですよ、っていうのは俺松本さんには現に誘われましたけど、その日仕事で行けないんですって言った日なんですよ、全く俺じゃない写真が千原ジュニアって言って乗っけられてるんですよ、ライターカメラマンがどう間違ってるか、まあ普段一緒にずっとおるからもうそうやと思い込んでたんですよね、全く違うんですけど、その写真に写ってる本人から俺電話かかってきて、ほんまごめんな、なんでこんなことなって思ったんか、ジュニア全く関係ないのに迷惑かけたな、これほんまもうどこで言ってもええから、自分じゃないっていうのを言ってええから、もう俺の名前出してええからって言って、うんうん、わざわざ電話してきてくれた、うん、その人言ってって言うから言うけど、うん、中井正広さん。何やったんや、何やったん
ありましたよね。あった。全然ジュニアじゃない。全く似ても似つかわない。なんか写りがそう見えんとか全然。モロ俺なのね。モロや。モロなの。で俺もその時に松本さんなんか出たんですよね。ほんでジュニアってなってるっつって。だからまあ週刊誌は想定したんだろうね。これはもう松本さんイコールジュニアだっていう。決めつけてたでしょうね。でもジュニア確実に俺より頭一個 でかいやん、はいはい、全然でかくないなんならちょっと小さいですかなんならちょっと小さいくらいあれ何やったんやあれ本当に分かれへんねん不思議ですよ ね, いやねそうなんかサングラスはしてたのかなあまあニット帽かぶっ て, てたんだっけなでもまあ全く違いますよ、ね、なんで俺間違えたんだろう、ね、で間違えたのだから遠目で撮ってて分かんなかったんだろうね暗くて夜だったりしてそうですよねあったわ芸能界七不思議の一つその3人揃ってますねその3人揃ってるけどすごいよし行きます、はい、うわあの僕の地元にですねあの伝説のヤンキー長嶋さんっていう人がいまして、うん、この人がもうめちゃめちゃ悪で、うん、もう某漫画のそのヤンキー漫画 の,、うん、そのモデルになった、かなりの、はい、高校の番長だったんですねで僕その長嶋さんとすごい仲良くさせてもらってて、うん、それはあの僕はもう家がすごい近所なんで、うん、中学校時代とかも毎日のようにこう送り迎えしてたんですよ、うん、でもちょっと長嶋さんちょっとあのちょっとおかしい人で、うん、もうむちゃくちゃなんで、うん、その今日はあのちょっと犬を学校に連れて行きたいんだけども、うん、ちょっといいかなみたいな感じで、で僕らも怖いんで、うん、あ全然いいっすよっつって、長嶋さん自分の犬を学校に連れてって、その校庭をずっとこの400メートルのトラックを散歩させてるだけとか、うん、授業も出ないで、うん、ちょっとなんだかよくわかんない人なんですよ。うん、で僕サッカー部が一緒で、で長嶋さんめちゃめちゃサッカーうまいんですけど、うん、ルールを全く知らないんで。ピーって試合始まった瞬間に相手ゴールキーパーの前行っちゃうんですよ。でパス出せパス出せ言うんですけど、オフサイズなんでもう絶対出さないんですよ。はい、けど出せよなんだよこの野郎みたいなの切れるんですけど、僕らも出せなくて、でも唯一長嶋さんがコーナーキックがあるって、その時だけチャンスなんですよ長嶋さん、オフサイドにならないんで、でバーンって上がった時に長嶋さんがオーバーヘッドで入れたんですよね。でその時もうテンション上がってみんなで、うわー長嶋さん長嶋さんってみんなになって、そしたらもう長嶋さんのテンション上がっちゃって、当時やってたあのカズダンスですか、それをもうずーっとこうやって踊ってたんですよ。でまだピーって言って、まあ、次のホイッスル始まって試合やってるんですけど、長嶋さんずーっと踊ってるんですよ。で5分ぐらいもずーっと踊ってて、そしたら先生がもういい加減切れて、お長嶋って交代だよっつって、で僕と交代だったんですよ。でこう僕が出る時に長嶋さんが、お前も試合入ったら、うん、あのちょっとカズダンスを踊れって指令が来ました。はいはい、で僕もちょっと怖いんでやっぱ断れないんで、僕も入った瞬間にずっとカズダンスを踊ってたんですよ。そしたらもうすぐ1分ぐらいであの交代させられたんですよ。で長嶋さんに、すいませんちょっと交代させられちゃいましたっつって、で長嶋さんが、お前さなんで交代させられたか分かるって言われて、それはもう入って瞬間にカズダンスしたらもう絶対それはダメなんですけど、長嶋さんはお前のカズダンス下手すぎんだよっつってちょっとカズダンスそこで踊れっつって、で僕ベンチの子一人でずっと試合聞いてたからカズダンス、はい、そしたら長嶋さんが、お前ちょっと目障りだお前よっつって、お前もうちょっと相手ゴールキーパーの後ろでやってこいっつって、ではいっつって、相手後ろのゴールキーパーのとこ行って、ずっと僕カズダンスやってたら、ピーって音が聞こえて、主審が僕のとこ来てイエローカード出した。素晴らしいね。初の打席だったの。僕試合出てないのにイエローカードも。グランドないじゃないもん、ね。そうです、はい。伝説の長嶋さん。いや怖いわ。めちゃめちゃ怖いです。うん、どつかれるよな。そうですね、はい。ええもんな。来ました。おお来ました。花、う、輪、ん。はい。まあ、あの僕らあの漫才協会っていうあのところに入ってまして、普段浅草とかでこうホームをスタジアムでこうやってるんですけども、あの内海桂子師匠っていうのが僕らの師匠なんですよ。86歳で昭和13年から漫才をやられてる、もう多分日本でもトップのまあ漫才の今、ね、でまあ吉江師匠お亡くなりになりまして、まだ一人なんですけど、もう精力的に舞台に立ってやってるんですよ。で僕らが師匠に弟子入りしたのが6年前に弟子入りしたんですけども、その時に師匠がいつもですね、あの持ち時間を守らないんですね。で大体浅草の寄席って15分で降りてこなきゃいけないんですけど、まあ、師匠が最後の鳥っていうこともあって、あの多少は伸びてもいいんですけど、もう40分ぐらいやっちゃう時あるんですよ。すごいな。
でどころの話じゃない。お客さんとかもやっぱり師匠の話なんで、もう帰りたい人もいるんですけど、うん、その帰れないんですよやっぱり、まあまあまあ、で師匠もだんだん乗ってきて、うん、まだいいいいよねみたいな感じでどんどんやっちゃうんですよ、うんうんうん、それでこうそれを止めるのは弟子の仕事なんだっていうふうに言われまして、で入った時どうやって止めていいかわからないんですよ、うんうんうん、ほんで師匠師匠っつって、それからもう時間ですっつって、もう全然無視して、もうずっとこう 漫談をやり続けるんですよ、三味線弾きながら。でこれどうしたらいいんだろうと思って、であんまりでかい子って言っても他のお客さんに迷惑かけちゃいますからって悩んでたんですよ。だから今恵子師匠ってほとんどそのマネージャーがこう身の回りの世話をやってまして、そのマネージャーっていうのがあの旦那さんなんですね。師匠何年か前に26歳年下の旦那さんとこう再婚というか結婚しまして、まあ、その人がずっと袖にいてこうやあの指示出したりしてるんですよ。でその人が僕らいた時なくて、でもう初めてその人がいて、で僕らいつも止めれないんですけど、師匠どうやったら持ち時間止めれるんですかって聞いたら、その旦那さんが、あそっか教えてなかったもんねって言って、じゃあ今から止めてあげるよっつって、で師匠やっぱり40分ぐらいやってるんですよ、うん、そしたらどうやって止めるのかって言ったら、袖にあったあの大きな懐中電灯があるんですけど、うん、これをこう横から顔面にぶち当てて顔にこうガーッと当てるんですよ。で師匠こうやってこんなんなるんですよ。ほんでこんなんなって、お時間が来たら終わりたいと思います。そんな大師匠が大師匠がそれでやめる。目くらまし的な。うちの骨拾いがやめろと言ってますので。やめろ。全然お客さんにわからんよりわからすんでもないねや。お客さんも結構もうここにキラリライトが当たって明るくなってるんで。面白いな。話も尽きないからね。大将ね。はい、行きましょう。はい。おっ来ましたよ、はい、ジュンちゃん。これあの僕があのすごい好きだった女の子がいまして、でその初デートにもう何とか頼み込んで行ったんですね。初デートしてっつって、もうデートしようっつって、であのデート行ったんですよ。初めてのデートでもう緊張して、で向こうがその遊んでると途中でちょっとトイレ行ってくるっつって、うん、あじゃあ俺この辺で待ってるよっつってトイレ行ったんですよ。したら20分ぐらい帰ってこないんです、うんうん、でもなんだこれと思って、けど、まあ20分過ぎて帰ってきたんですけど、最初からいや遅すぎるやろって怒るのも嫌われたくないじゃないですか、ちょっと、うんうんうん、だから怒らずにまあそこはちょっとこらえてわーってまあ遊んでて家に帰ったんです。で彼女も一緒にうち来て、したら彼女が急に泣き出すんですよ、うん、でえどうしたっつって、だから彼女がごめんねって言って泣きながら、えー、なんでって言って、あのさっきトイレ行くっつって遅かったでしょって言うんです、うんうん、いや遅かったけどどうしたんっつって、実はトイレじゃないのって言って、うんうん、何っつって、うん、じゃその子は泣きながら、ごめんね私一人で牛丼食べてた、誘えよなんで誘わないの、なんで一人で牛丼食いに行ってたんですよ。どんだけ恥ずかしかったのかな。そうそう、なんでって聞いたら、お腹がグーグーなるのが恥ずかしかったんですよ。乙女なんですね。もうそれ聞いてめちゃめちゃキスしましたけどね。したんだ。可愛いと思う。パンでも食べたかったのに。他もっとあったでしょ。牛丼。なんでグーグーって言ったんですか一人で。もう今度別にあのトイレ以上なものがあるっていうような違和感もないぐらい早かったわけやん。そうなんですよ。牛丼のペースが。めっちゃ。トイレやなと思うぐらいの時間やったんですよ。可愛くてギューってしたんだ。しったんです。いいんですよそのヒデさん。牛丼でギューとか言わないですよ。ヒデさんが気づきません。全然気づかなかった。全然わかんなかった。そうやってたら全部やらなあかん。もうやめとこう。逆に寂しくなっちゃいますよこっちね。なんとかしたいな。いいんじゃないですか。なんかこの感じがテイスがすごい。いいパンパン、はい、パンパンパンと来てますよ。行くんじゃないですか。まあこう均等に回ってますからね。うまいこと。そうですね。お、あやべ。はい。僕違反が重なっちゃいまして免許の、はい、免停にちょっと前になったんですけども、はい、で免停講習っていうのに教習所に行くんですけど、はい、まあそれあの一日おっさんなんかと混ざって40人ぐらいのクラスで、はい、なんかもうずっと話聞くんですけど。はい、僕の隣のおっさんがすごいなんかおかしなやつで、はい、なんかまあ授業中まあその教官がウインカーを出してね曲がるときにとかって言うと、あのウインカーってのは方向指示器のことでしょうかとかっていうのを毎回聞いてきて、うん、なんか
いやそうですって言って、でまた教官が話し出して、まあ一般道って、一般道ってのはどこですか、他何があるんですか、高速ですって言ったみたいなやり取りが、そういうのがあって、ちょっとおかしなやつで、で休み時間になるんですね、お昼になって。で休み時間になったら、そのおっさんが、眼鏡かけたおっさんが俺のとこ来て、ちょっと写メ撮ってもらっていいですかって言ってきて、はいって言ったら、なんか教習所に飾ってあるあのポスターの、警察のキャラクターのピーポ君と撮りたいって言って、それをピーポ君との通称を僕はなんか撮らされたんですね、こうやってで変わったやつだなこいつと思いながら、で午後になって授業が飲酒運転の危険性みたいな話になりまして、で教官がそこはもういつも熱を入れてるところで、お酒を飲みました、運転しました、人をはねました、殺しました、賠償金いくらだと思います皆さん、みたいな感じで、で実際は1億8000万ぐらいらしいんですよ。でいつもその教官はいくらだと思いますってみんなに聞いて、1000万2000万3000万、いいえ1億8000万です、っていうのを期待してたんですよ、はいはいはい、いつもそのパターンだったんですよ、はいはいはい、でも教官がそのおっさんにまずいくらだと思いますって言ったら、そのおっさんが60億って言ってそんな多くない60億の後に1億8000万っても何も聞きませんからね、びっくりしましたよ完全にぶっ飛んでましたからね、台無しやな、台無しですよ、もうびっくりしました、ね、なるほど、もうねだいぶいい感じになってきましたね、どんどん行くんですね、はい、どんどん行きますよ、どんどん行くんですか、はい、あれに対してなんかあやこや言わないんですよ、ね、ほぼないですね、ほぼないですね、はい、いやいい感じ、いい感じですね、よしよ、宮戸、おお、終わってきました、いいよ、来ましたね、はい、じゃあこれは僕が芸人の先輩2人と計男3人でこう合コンと言われるものに行った時の話なんですけど、相手の女の子も3人で3対3で飲んでたんですけど、話の流れで自分の出身校に有名人誰がおるっていう話だったんですよ、小中高誰がおったっていう話だって、僕は高校が俳優の豊川悦司さんと一緒なんですよ、はい、でもう一人の先輩が東野圭吾さん、容疑者 X の検診の方と一緒やってて、すごいですねって言ってたら、女の子3人いたんですけど、うち2人が同じ高校で井上武彦さん、スラムダンクとかバガボンドの人で、すごいなそれって、男なんかみんな呼んだしみんな知ってるやんって言って、えらい盛り上がってたら、その3人のうちの1人の女の子がちょっとしょぼんとしてて、あなたどなたかいてるんですかって聞いたら、すいません私出身校に有名人誰もいてないんです、すいませんって言うて、いやもう全然いいです、そのあなたのせいじゃないんで全然いいですって、私出身校に有名人いないんですけど、私の親戚のおじはラジオ体操第2作った人です、すごいなそれってすごい有名人おったやつ、みんな知ってる、みんな知ってるやつやから、みんなやった、みんなやった、すごい有名人ってやつ、すごいね、すごいな、あどうしよう、僕ね、結婚今してるからいいじゃないですか、はい、もう一人でご飯食べれないんですよ、よく後輩とかばっかり誘うんで、一人やったら一切ご飯食べれないんですよ。である日仕事が休みで、もうどうしようもないと、で7時ぐらいに起きて、夜の腹減ってると、そらそう、ただ今から後輩誘うのもしんどいなと、一人でもご飯食べられない、それ出前取ろう思って、枕元に携帯があったんで、パッとリダイヤルをね、見たんですよ。まあ1週間ぐらい前に多分このピザ屋さんなんですけど電話したなと思って、登録はしてないから登録されてない番号を電話したら、あピザ屋さんや思ってバーッとリダイヤル見たら、登録されてない番号が2個あったんですよ。あでもこれやな思ってバッて電話して、ほんすぐ出て、陣内ですけどって言ったら、もう向こうは、あ分かりました、じゃあ15分後に伺いますって言って切られたんですよ。あれと、はい、おい何にも頼んでへんのそうですね、トッピングどうも、トッピングも何も、トッピングおるからベースすら頼んで、15分後に行きますって言われて、はい、ちょっと待って、でもいつもそこでアラビアータと明太子フランスパンばっかり頼んでるから、もう分かってくれたんや思って、いつものの感覚、いつものの感覚はすごいな思って、はい、これはもう助かるわ思って、はい、15分後ピンポーンに来たからガチャって開けたらタクシー切ってたんですよでそのタクシーに乗って、もうそのピザ屋まで行ってアラビアータと明太子パン食べて帰ってきたんですよ。生かしたね、生かした生かしたね、生かしたというそういうお話がありましたけども、はい、お続いて高橋君、じゃあ、はい、ドラマに初めてコンビで出た時の話ですけど、大阪の部長刑事っていう、昔ね、はい、
全国の方知ってるの大阪ね刑事ドラマがあったんですけど、はい、夜7時ぐらいからずっと、主演が小野寺明さん、はい、ほんで僕らのシーンっていうのはもうほんまほぼエキストラで、うん、公園で焚き火してるホームレスの役なんですよ、うん、でそこに刑事役の小野寺明さんが来て、うん、聞き込みをして、うん、あ僕ら知りません、うん、見たことないっていうだけのシーンなんですよ、はい、で簡単やからもうやりましょう言ってでよーいスタート言って始まってこうやって焚き火のシーンで、うん、で小野寺さん来てで僕は知りませんっていうだけやったから、うん、あもう終わりやろなと思ったら監督がカットって、うん、何してんだお前ってめっちゃ怒り出したんですよ、うん、何が起こったんや思ったら僕の相方が緊張しすぎてたんでしょうねアドリブで小野寺明さんの背中を刺すんですよ同じやんヤギお前何にしてんだよ出過ぎた真似を急にエキストラみたいなやつが背中刺すの出過ぎた真似してるんだってヤギはいろいろ起こしてますねびっくりしましたねやりましたね